吉田さん、今回はねハイン・リヒの法則いきましょうヒヤリハットの法則とも言いますよねヒヤリとしてハッとびっくりするような法則なんですけどもこのハイン・リヒの法則っていうのはあの交通事故でよく用いられるんですけども1件の重大な事故には29件の,その軽い事故がなんかその裏にはあると、まあ、つまりは30件の事故が起きた中では29件は重大な事故にならずに済んだけどもでも軽い事故になったよ よねみたいなのがあるんですよ。潜在的重大事故ですよねそのうちの1つぐらいが重大事故になっていくってことなんで1件の重大事故の裏には重大事故になりうる予備的なこう軽い事故っていうのは29件あるよっていうことですよね。でしかもさらにねその29件の軽い事故の裏には300件の事故には至らなかったけども危なかったよねみたいなのがあるそうなんですよ。まあつまり 重大事故になったのは1件だけどもでもねその他に329件の重大事故になってもおかしくないようなの遭遇シチュエーションに遭遇した人たちがいるよってことなんでヒヤリってした時っていうのはあ,あ重大事故にならなくてよかったっていう,うに本当に気を付けた方がいいですしハッとした時っていうのはあ本当に危なかったなっていうふうに心から思った方がよくってたまたま自分の番にその1がなんなかっただけで1になる可能性は十分あったってことなんですよね。 だからこれを逆ヒヤリハットの法則で申し上げるとさっきのイチロー選手イチロー選手が1人いる裏にはイチロー選手とほぼ互角なんだけども運に恵まれなかったとかね例えばなんか重大なの時に重要なセレクトの時に怪我をしたとかちょっとなんかね他の女王で現場に行けなかったとかその時はちょっとコンディションが悪かったとかね、まあ、そういうふうなイチローの裏にはイチローみたいなイチローとは遜色ないような人が29人いて。 さらにその29人の一郎予備軍の向こうには、一郎予備軍の予備軍みたいな実力者が300人ぐらいいるってことなんですよね。だから、あの、ビジネスにしてもそうなんですけども、1件の売り上げとか成功の裏には、売れそうで売れなかった問い合わせだけあったみたいなものがあったりとか、市長はずっと繰り返してくれたんだけども、セールスの文句がいまいちだったんで、お客さんの心に響かなかったとか、たまたまその時は他に利用があって、 商品欲しいけど今回見送ろうかなみたいな感じになっちゃった人がいるみたいな感じじゃないかなと思うんですよ。ですんで商品が売れても売れなくても特に売れなかった時ですよね売れなかった時にさらに追い打ちをかけて別のアプローチで売り続けるのかそれとも売れなかったからといってこの商品はダメだと思ってやめてしまうのか、ね、大きな違いがそこにありますよね。まあ、むしろね売れた時も油断しちゃダメなんですけども売れなかった時はじゃあどうやったら売れるんだろうかっていう風に考えることによって1本も2本も前進するんじゃないかなと思いますよね。 ま今回ハインリヒの法則ですねこちらを逆ハインリヒの法則とちょっと名付けてみました